おはようございます。テスです。ご視聴いただきありがとうございます。ハロー、アイアムテス。今日はね、外はものすごく荒れてます。寒いですし、天気悪いんで、外を、あんまり出かけないんで、何とも言えませんが、今日はですね、日本の伝統的な下着をつけてるとき、どうやっておしっこするんだろうということで、話をしていきたいと思います。でね、今日はね、この黒猫ふんどしを使って、説明していきたいと思います。Would you like to give a lecture on how to pee? ということで、この黒猫ね、これ私の、履いてるっていうような、締めてるやつです。このドラゴン。こちらはホワイトドラゴン。リバーシブルで。こっちが、一緒か。ホワイトドラゴン、リバーシブルになってるんですね、これ。こう、ひっくり返しても使えます。じゃあ、上に登っていく。こちらは下に降りていくっていう感じでなっております。で、簡単な構造を言いますと、こういうふうにね、この縫い付けてあるんです。こっから縫い付けてあって、ここね、ここが二重になってるんです。こういうふうに紐が通るんですね。こんな感じです。で、これをね、締める時っていうか、ここが後ろ、バック、こういうとこに、ここをね、フィクシング。こういう感じになるんです。こうですね。こうやって引っ掛ける。フィクシングでよかったよね。こういう形になるんです。こうですね。横を見ると、これが見えちゃうといけないです。こうなるんです。これをこう巻き、こうやって引っ掛けるわけなんです。で、I would you like to explain with 黒猫ロインクロス。黒猫って日本語で字書きます。ブラックキャット。The name of the black cat come from the black color of the cloth。そういう名前に由来しています。黒猫は、もともと朝の生地、朝って、ヘンプテキスタイルかな、ヘンプクロスの、カラーが、ブラックキャットカラー、ブラックカラーだったところから来てます。黒猫というのは。また、これがね、呼び方変わるんですが、金釣りと思います。This is also called
金釣り、ちょっと滴らずなんですね、私喋り方も。そうなんです、すいません。でね、こういうふうにちょっと待って、もう一回ほどいてみて、あれなんですが、ちょっとね、なんか何でこんな苦労してんだろう私 こうですね、こうね、金釣りの意味は、多分おそらくその名の通り、金、日本語では、まあ、紅岩釣り飴だと思うんです。この名の通り、なんかここにね、ここに、リフティング。The meaning of 金釣り seems to be testicle lifting。 と思うんです、私は。多分違うかもしれません。Maybe different。 でもおそらくそうだと思います。ここにこうやってグッて上がる感じですか。そこから金釣りって言ってます。で、昭和初期では、まあこれは慣用、子供の慣用見ずに、スイミングウェア、チルドレン、スイミングウェアだったんですね。そういうことです。で、これで、went to pee、 no need to open or close。 このすべて、このオープンしなくて大丈夫。こうやって、これは動くんです。これスライドさせます。ここ動くんですね。ここに生地が通ってるんです。ここにで、これが動くんです。こうやってスライドできますので、ですね、 just say that close。 そうすると、こちらからこうスライドさせて、ここからこうやってすればいいわけです。で、まあ黒猫の場合はね、この立体的になっとるので、ちょっと引き出しにくいかなっていうのはありますね。で、おしっこし終わったら、またこれを戻すだけです。When you're done peeing, just put in back on。 で、戻すだけ。こう、要はスライドさして、こっから出して、終わったら戻して戻すっていう感じです。そうなんです。これいいですよね。 It's cool。 ただね、ダバケーシの時、排便の時ね、ある程度緩めて開封、オープンする必要があります。 Need to be open to some extent when defecation。 そうなんです。じゃないと、ここ
このあたりをここでずらさないとね、あれなんで、ちょっとこれは、オープンします、ぜひこの黒猫ロインクロス、閉めてみてください。とてもとてもとてもいいです。あのかっこいいですよね、このドラゴン。リバーシブルになってるんで、これこうやって、はい、ぜひ試してみてください。もうあのやっとこやっとこ英語を話してますので、こうもうちょっと私もうちょっとサイズワンランクダウンにした方があのいいのかな、それの方がキュッてなっていいかもなみたいなと思ってるんですが、あのそうなんです。じゃああのこの辺で、終わりたいと思います。よろしければねグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、ということで See you next time. Bye.